ハイドロカットは水素ガスとエチレンガスを混合した溶断ガスで、優れた切断能力に加え安全性や環境性が評価されています。それではハイドロカットの特徴をご説明します。特徴1、逆化の低減。ハイドロカットは他の溶断ガスに比べ逆化が起こりにくい特徴があります。逆化が起こりやすい亜鉛メッキ鋼板の切断やピアッシング作業において逆化が起こりにくいため安全に作業できます。特徴2、空気より軽く滞留しにくい。ハイドロカットは空気より大幅に軽いガスです。ご覧の風船は各ガスの比重を表します。ハイドロカットは手を離すとすぐに上昇し拡散します。つまり万が一ガスが漏れても滞留せずに拡散するので安全だということを示しています。特徴3、輻射熱の低減。ハイドロカットは作業者に影響する輻射熱が少なく、特に夏場の熱中症予防に効果的です。また使用機器に対する熱影響も緩和されるので機器メンテナンスコストも低減します。特徴4、歪みの低減。集中する火炎と少ない輻射熱により歪みが低減します。特徴5、すすの低減。ハイドロカットはすすの発生が少ないので作業環境が改善します。特徴6、 CO2 発生量の低減。ハイドロカット使用時に発生する CO2 はアセチレンから約 70%、 プロパンガスから約 85% 削減できるので環境にも優しいガスです。以上のようにハイドロカットの作業性、安全性、環境性が市場に高く評価されており、鉄鋼、造船、建設、電力、自動車業界などの幅広い分野のユーザーに採用されています。溶断作業の事故ゼロを目指して、ぜひハイドロカットのご検討をよろしくお願いいたします。